今永翔太&鈴木誠也、かっても大谷翔平&山本由伸に脱帽、リスペクト。難しかった。いろいろ勉強。米大リーグドジャース、36カブス、10日、米カリフォルニア州、ロサンゼルス、ドジャースタジアム。カブス、今永翔太投手、31が10日、日本時間11日、敵地ドジャース戦に先発し、7回7安打3失点の年投げを見せて、13勝目、3敗を挙げた。ドジャース、大谷翔平投手、30との今季2度目の対戦は、夕日、一平が右肘に抑え、今季の対戦成績を5打数無安打とした。3番指名打者でフル出場したカブス鈴木誠也外野手、30は、ドジャース先発、山本由伸投手、26の前に、2打席連続三振を喫したが、投手が変わった3打席目以降に、3安打。同点、逆転につながる敵地打も放った。試合には、カブスが勝ったが、今永と誠也の口からは、山本と大家を絶賛する言葉が相次いだ。この日、約3ヶ月ぶりの復帰戦だった山本について、2打席連続三振を喫した誠也は、いいピッチャーですし、今日は球数も多分決まっていて、フルで初回から飛ばしていたのは分かった。前回よりも、球のスピードも速かったですし、スプリットの落ちも良かったので、なかなかあのスピードで、あそこまで落差があるのは、なかなか見切れなかったので、難しかったですね、と脱帽。今永も、初回の山本の3者連続三振に刺激を受けたようで、初回のピッチングを見て、改めてとんでもない素晴らしい投手だなと思いましたし、今日の自分のピッチングは、少なからず、彼の素晴らしい投球に引っ張られたと思うので、彼にもリスペクトの気持ちを送る必要があると思いますと称えた。大谷については、3打席抑えた今永ですら、一つ間違えたら、ホームランになってもおかしくないフライだったので、改めて素晴らしいスイングの持ち主だったなと思いました。彼は、本当に球場の雰囲気を変える力があるので、それはたった1打席で変える力があるので、とにかく今日はそういう風に雰囲気を変えさせない打席で助かったなと思いますと、胸の内を明かした。同学年で、仲もいい誠也は、すごいの一言。みんなと同じだと思う。それしかなくないですか。ファンの皆さんが思っているのと、同じように思っていると思う。それは全選手を思っていると思う。いざ敵になれば、抑えなければいけないですし、なかなか難しい相手だと思いますけど、こうやって投手陣が抑えているから、勝機はある。僕はベンチで見ているだけですけど、ベンチから見て、いろいろ勉強させてもらっていますと、率直な思いを口にしていた。